皆さん、こんにちは。女子ゴルフ界が今窮地に立たされています。2023年5月の目玉は国内メジャー初勝利の吉田優利選手でしょう。同月12日に開幕した女子ツアーは、昨年まで10年間続いた保険の窓口レディースから RKB×三井松島レディスに大会名が変わりました。保険の窓口グループは数年前から冠スポンサーからの撤退を主催者と協議していました。企業が女子大会に特別協賛するのは、会社の知名度を上げて事業拡大、顧客サービスが主な目的ですが、期待した効果が得られなかったようです。そこで主催の RKB 毎日放送は、福岡に本社を置く三井松島ホールディングス株式会社に特別協賛を要請し、さらに資金集めに多くの地元企業を講演につけて開催にこぎつけました。しかし、保険の窓口の撤退は痛手と大会の関係者が述べています。現在スポンサーの撤退による影響で国内女子ツアーが先細りしています。それもかなり深刻だと関係者は述べています。女子ツアーは若い女子プロの活躍で盛り上がり、冠スポンサーに名乗りを上げる企業が列をなしていると見られていたのですが、実際は異なるのです。放映権トラブルで日本女子プロゴルフ協会と対立した GMO インターネットが2021年を最後に女子ツアーから撤退してしまいました。その週は今年も埋まっていません。それは JLPGA の交尾者な営業も影響しています。数年前まで2億、3億円で開催できた女子大会ですが、今は人気だからと倍以上のお金を要求しているようです。さすがにそれでは費用対効果が得られないと、どの企業も手を挙げないのが現状です。今年は日本ハムも新球場が完成したプロ野球に専念したいと冠スポンサーから降りてしまいました。女子ゴルフよりもプロ野球が大事だということがここからわかります。さらに撤退を検討している企業もあります。楽天スーパーレディースを特別協賛する楽天グループです。理由は主催者 JLPGA への不信感だとしています。第1回大会の2021年は日曜日が最終日になると東京オリンピック男子ゴルフ競技決勝と被るため、木曜から土曜日の変則開催になりました。そこで日曜日は会場を借り切り、楽天ゴーラ会員を対象にしたイベント開催を企画しました。会員にツアーと同じコース設定でプレーしてもらおうという狙いでしたが、ピン位置は JLPGA に権利があり、イベント開催は許さないと横槍が入って中止になってしまったのです。試合会場を決める際にも一悶着あり、女子プロ協会は融通が利かない、大会開催はあまり意味がないとスポンサーや関係者は呆れていると言います。先ほど女子プロに配布された令和4年度の決算報告書によると、協会の累積赤字は5億円にもなるとしています。剛腕小林博美会長が金儲けのため推し進める女子ツアー改革が至るところで破綻し始めていると言って差し支えないでしょう。反響はすごく大きい。毎日女子プロゴルフを見てくださるコアなファンの方からの声が多く、ありがたい。これは女子ツアーのネット中継をスタートさせた小林博美会長がオンライン会見で語ったネット配信についてのコメントです。これに対してファンは、女子ゴルフ会長の小林会長は大事なスポンサーやファンを無視してやりたい放題で腹が立ちますという意見が多く見られました。そしてさらなる衝撃が走りました。看板大会日本女子プロから冠スポンサーのコニカミノルタが撤退したというのです。2023年8月6日最終日の北海道明治カップは、首位発進の鈴木愛選手が最終日もボギーフリーの5バーディーを奪って逃げ切り、2年ぶりに優勝、ツアー通算18勝目を挙げた大会です。渋野日向子選手はリンクスで怒涛のバーディーでしたが、偶然か復調の兆しか2日目まで単独首位も急降下して16位 T で終わっています。そんな盛り上がりを見せた大会でした。その裏で女子ツアーに激震が走っていました。8月1日にコニカミノルタが日本女子プロゴルフ選手権の特別協賛を今年限りで終了すると発表したのです。日本女子プロゴルフ協会主催の国内メジャー大会であり、
1997年の第30回大会以来、27年間も続いた馴染み深い冠スポンサーの撤退だけにびっくりした関係者も多いといいます。小林博美会長はニュースリリースに、コニカミノルタ株式会社のブランド力に支えられ JLPGA は大きく成長することができ、女子プロゴルフ界の発展に大きく寄与していただきましたとコメントを寄せています。しかしそのコメントのみでした。女子プロ協会が有料スポンサーのブランド力を失うマイナスは小さくはありません。契約満了が理由だとしても協会の看板大会だけにダメージも大きいと言えるでしょう。一体撤退の裏にはどのような理由があったのでしょうか。ゴルフ大会の運営には賞金や会場設定など1大会4、5億円の費用がかかると言われています。新たな特別協賛者が見つからなければ協会は自前で資金を調達しなければいけなくなります。まだ次のスポンサーの当てはありませんが、すぐに決まると高をくくっているのではないかと協会関係者は述べています。しかるに先ほどのコメントだったのでしょう。焦りなどは全く感じません。どちらかといえば協会関係者が述べている通り、すぐに見つかるだろうと高をくくっているように感じられます。少なくとも今のところ協会上層部に危機感は感じられないといいます。何か秘策があるのでしょうか。何か当てがあるのでしょうか。しかし日が経つにつれていろいろな内情が分かってきました。調べてみると大会スポンサーがなかなか決まらないケースが問題になっているというのが現状だそうです。そうなるとこれまで例年通り行われてきた歴史ある大会でさえ資金不足のために中止となるケースが出てくるでしょう。スポンサーとしては費用対効果というのが一番の目的です。何かの見返りがあるからこそスポンサーになります。シビアな世界ですが、ボランティアでやっているわけではありません。小林博美会長はテレビ各局と対立しながら放映権の協会帰属に成功して有料ネット配信を強行に進めてきました。その方針に反発した GMO インターネットグループは2021年大会を最後に大会開催を辞退しています。その大会の開催週はずっと空いたままなのです。皆さんお気づきかと思いますが、一昔前まで日中休日どこかでゴルフ番組が放送されていました。しかし現在は全くではありませんが、その機会は失われています。結果を知るのはネットの記事か報道番組、あるいは有料ネット配信を見るしか方法がありません。これではますます人気が先細りになることは目に見えていることでしょう。何かの目途があって有料ネット配信を強行したと見られていますが、その意図が全く分かりません。ファンさえついてきてくれれば採算が取れると睨んでいたのでしょうか。ぜひその理由を知りたいものです。 GMO インターネットの後釜にと2022年からは協会が主催して特別協賛会社を探して大会開催を目指してきましたが、賞金をアップしていることもあり協賛料金が高く、スポンサーのなり手が見つからない状態が続いています。それどころか2021年から始まった協会主催楽天スーパーレディースも旨味がないと楽天グループの撤退が噂されています。上場企業が軒並み撤退となると他のスポンサーにも影響が出てくるでしょう。なぜなら泥船に乗りたいという企業はどこにもないからです。小林博美会長は協会の財政基盤の強化を目指して次々とツアー改革に取り組んできました。最初は大会主催者にあった放映権を奪い放映権料収入を手に入れることでした。しかしネット配信は契約数が伸び悩んでおり、当初の見込みほど収益が大きく上がりませんでした。それどころか地上波での試合中継が少なくなって女子プロ人気も頭打ちになってきたのです。そこで考えた次の手が各スポンサーへの主催権返上でした。女子ツアーは年間38試合が行われ、うち協会主催大会はワールドレディス選手権、楽天スーパーレディース、日本女子プロゴルフ選手権、 JLPGA ツアー選手権の4試合しかありません。残る34試合は主催者がそれぞれ違い、協会は選手と競技委員を派遣する主幹業務でしかありませんでした。つまり主幹業務では大会公認料しか手にできないことになります。
そのため大会主催権、日本女子オープン、TOTO ジャパンクラシックを除くを協会に返上させて、現スポンサーには特別協賛会社になってもらい、多額の金を手にしようという狙いだったのです。しかし主催者側の反発は強く、交渉は難航しています。主催大会でさえ協賛スポンサーが撤退したり見つけられたりしていないのに、ツアー全体の主催権を手にできるのかという声が高まっているわけです。主催権を無理やり奪うような暴挙を進める小林体制にブレーキがかかるきっかけになればいいのですが、と今回の事態を協会関係者は願いも込めながら見ているそうです。いかがだったでしょうか。今回は女子プロゴルフの現状を探ってきました。女子ツアーは渋野日向子選手、古江彩佳選手、西村優菜選手、勝みなみ選手らが海外に主戦場を移し、人気選手が手薄になっています。さらに今若手で活躍する岩井姉妹も海外志向が強いと言われ、国外流出の流れが止まらず、女子ツアー大会をスポンサードする費用対効果が低くなっていると言われています。しっかり賞金などが稼げ、かつ日本のような締め付けがなければ、当然選ぶのは海外でしょう。これは自明の断りです。ゴーワン運営の小林博美会長にも陰りが見え始めたようだと関係者は述べていますが、今後どうなっていくのでしょうか。日本女子プロゴルフの行く末をしっかりウォッチしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。